怖くないだろ。とても心地いいですわ。姫、何を。あ、ほら、君の住所のレディーも来ているぞ。あら、本当ですわ。あーねー。こら、姫、手を離しては。あら、痛くない。大丈夫かい、ミア姫。アベル王子、何を慌てておりますの。別にアベル王子に抱きしめられようと、それはダンスの時に経験済みだし、しかもアベル王子はまだ子供、私より8歳年下で、だからその。ミア姫、もしやどこか怪我をしたのかい。そんな目で見つめないで。大丈夫ですから、その、離れていただけませんか。すまない、失礼した。あの、誤解しないでください、アベル王子。別に、あなたにくっつかれるのが嫌とかいうわけではなくて。わかってる。なんですの、この胸がチクチクして落ち着かない感じ。これはきっと、アベル王子に嫌われると援軍を出してもらえないから焦ってるだけであって。だけど一体どうすれば。あ、そうですわ。王子、先ほどは助けてくださりありがとうございました。人は必要以上に近づかれると自然と距離を取ってしまうもの。アベル王子にもそれを体験してもらえれば誤解は解けるはず。分かったから、少し離れてもらえないだろうか。ほら、あなただって顔を背けたではないですか。それは先ほどの私も今のアベル王子と同じ気持ちだったのですわ。同じ。私は繊細ですから、必要以上に他人に近づかれると緊張してしまう。そう、それだけの話ですわ。僕とミア姫の気持ちが同じ。ええ、同じですわ。だが僕の方がきっと君の気持ちより、その、強いはずだ。あら、負けず嫌いですわね。私より繊細と言いたいのかしら。しかしミーアは気づいていなかった。アベルとミーアでは緊張の理由が若干異なっていることに。そしてミーア自身もちょっと気になる男子に近づかれて緊張していたということにも。